えお前バイト探してんのえ、だったら昼のカラオケ最強だよ <laughs> もうくっそ暇 <laughs> いや夜ならありえないけど昼なら受付で座っててもいいからな <laughs> んじゃそゃでしょう <laughs> 俺こないだなんて暇すぎてずっと座っててケツ痛くなったもん <laughs> えケツ痛くして金もらうバイトみたいな <laughs> プチパニック <laughs> あケツパニック <laughs> いや暇つってもお客さん来るよ来るけど 昼のお客さんってて歌に来てるから,から酒も頼まないしだから部屋に押し込んでバンドリー持っていけば終了満室なのに暇楽謎クソあでもたまに歌う目的じゃない人も来るわ宗教の勧誘 <laughs> こないだめっちゃ面白かったんだけどなんか全然歌ってない部屋って何してんだろうと思って覗いたらめっちゃ宗教の勧誘みたいなことしてて で俺ずっと覗いてたらめっちゃ目やあって <laughs> なんか固まった面白くないいや一回昼のバイトしたらわかるけど夜のカラオケでバイトすんのバカいやだってさたかだか時給100円ぐらいプラスされたところで酔っ払いの相手したくなくないでしょあでもお前昼のカラオケでバイトしたいかもしれないけどうち無理だよ、うんうんうん、だってうちもう俺フリーターの人 パートのおばちゃんもうこの3人で完全に回してるから <laughs> でも聞いとか一応聞いたろか一応聞いたろか分かった聞くよでもここ俺自分で見つけたところだからなあんああ昼のカラオケ夜の方に回された なんか昼に来て俺がお店開けなきゃいけないんだけど寝坊しちゃって夕方5時に開けたのがバレたいやでも夜の方でも働かせてもらうだけ全然ありがたいけどね <laughs> いやなんなら時給も100円プラスされてラッキーみたいな <laughs> 酔っ払いは来るけど むしろ人間観察できて面白い <laughs>。